Sid. この霧が川中島の天地をおぼろとするか。聞け皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。はは。みな、さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。は、はい、雪村様。いいんじゃない。大将も随分らしくなってきたじゃないの。流行るな、私。冷静さを失うのは悪だぞ。今のあの方を一言で表すなら、ズバリ乱よ。敵中霧に乗じてゴハ。忍び込ませた、だと。何やってんだ俺様は。やばいぞ、あいつはどんなことでも悪にする天才だ。もお供いたします。さあ、皆休もう。この霧が我らの姿を隠してくれている。者ども、どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。わかっているわ、みんなわらわを求めて争っているのだから。時間稼ぎ、ご苦労さん。あとは俺様に任せな。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。そのが将兵を七に追いやるとは紛れもなく悪。霧を利用したにしてもうまく忍んだね。おたくさん、うちで働いてみない。俺ならあの板挟みで押しつぶされる自信があるね。旦那の立場、まあ多少同情はするけどさ。同情などいらぬ、正義を行こうぜ。お手合わせ、心より感謝いたす。ヘイ、対抗、邪念を失せろ。しかし、深い霧だ。数歩先が全く見えぬ。これぞ聖戦だ。悔いを残さぬよう来るがよい。大将、油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。俺ら寺の石垣はそう簡単には崩せねえぜ。長政様の正義こそ誠の正義、間違いない。そりゃ敵方も動揺したくはなるよな。
息子よ、そして娘よ、父は必ずや果たしてみせるぞ。まだしばらく晴れぬか。やめて、お願い、長政様に群がらないで。帝国だというのにサスケからの報告がない。何かが起こっている。お主ならば我が主の公敵にふさわしかろうて。お供します。さあ突っ込みましょう。あの陣が残ってるうちに引ける奴は引け。乱世に強国アバイアリソ示してみせようではないか。正義戦隊アザイレンジャーはいつでも勇士を募集している。妙だ。霧の中に人影が見え隠れしているような。気のせいか。者ども、ここで力を示す。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あり。いざ日の元にこの雪村あり。霧に紛れての奇襲見事なり。だがこの雪村、親方様の元へは参らせぬ。アザイ殿、小野川氏を矛と変えるは今にござる。貴殿の言う通りだ。このまま正義を済ませていて良いはずがない。挽回の策、サスケではなくそれがしか考えつかねばならぬのだ。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。一人の望みを叶えんがため、あまりの御黒が立ち並ぶ。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。悪いな母ちゃん、俺帰れそうねえわ。万夫不当だと。そのようなものまやかしだ。あの者が逃げ出さなかったことだけは褒めてやらねばなりますまい。またすごいものを見せていただきました。皆、親方様を守れ。姉上をもうならせるような活躍に期待するぞ。はい。人は城、人は石垣。民草の思い、乱世の今こそ噛みしめようぞ。甲の赤き虎、剣山。たかが霧と侮った。全てはわしの油断よ。
私は私の正義を貫く。悪には決して加担しない。不況がお主の男を鍛えたか。良い稽古じゃ。人とは愚かなものだ。なぜ悪に染まり抗い続ける。邪念を失せろ。わしの突進を止めたくは。富士よりも高き山を持て。よくぞそこまで鍛え上げた。今が悪夢であるならば覚めてみせよう。ホトトギス。わしも老いた。言い出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、位置加速せよ。私はここにいるぞ。ヨシテルの傘下から抜け出すなんて、随分と思い切ったことをしたものね、長間さん。むやみに動いたのは姉上が先だ。非難されるいわれはない。なぜ止めようとしなかったのだ。完璧な男とて見やり続ければ飽きが来るものよ。わらわはわらわのしたいようにしてるだけ。なんとも姉上らしい答えだな。ならば私も己が信念のままに突き進むのみだ。そう、わらわを得たいというその心のままにね。何だってそうでしょう。天下人となってまでわらわを離したくないなんて。違う。話を聞け姉上。長政様、それは悪だわ。甲斐の虎が男道場にて雌雄を決しようぞとのことです。集え日の本の強者よ。妙な歌声が聞こえます。ザビー教の愛の集いへようこそ。レッツエンジョイ。